エスコンフィールド北海道にお越しの、そしてテレビ、ラジオ、インターネットでお楽しみのファイターズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。チームは引き分けを挟んで見事4連勝となりました。まずは中島拓也選手です。おはようございます。今シーズン初めてのスタメン出場で、守備にバッティングに素晴らしいプレーが続きました。まずはこのお立ち台に立って今のお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、まあ、練習中から、緊張してたんですけど、まあ、いつも通りのプレーをしようと思って、こうやっていい結果ができてよかったなと思います。セカンドを守っていて、加藤投手のピッチングはどうその目に映りましたか。いや、もうあの加藤を投げるときはセカンドゴロ多いイメージだったので、本当に来たときには、全部アウトにしようと思って、あといいテンポで投げてたので、本当に守りやすくて、ナイスピッチングだと思います。そんな加藤投手を援護する貴重な追加点、バッティングでもいいシーンがありました。あの打席はどう振り返りますか。いや、まあ、1打席目良くなかったので、本当にあえてチャンスで回ってきて、本当に、ファーストストライクをしっかり打ちに行こうと思って、それが、まあ、いい結果になって良かったなと思います。ファイターズ若い選手も活躍を見せる中で、ベテランとして今シーズンどんな1年にしていきましょうか。まあ、与えられたところで、自分のプレーをするだけなので、もっともっと勝って、まあ、勝ちに貢献できるように頑張りたいなと思います。今シーズンは試合の途中から出場することもありましたが、中島選手の名前がコールされると、このエスコンフィールド北海道より一層盛り上がる印象があります。ファンの皆さんへの思いはいかがでしょうか。本当に緊迫した場面で出るんですけど、そうやって大きな拍手で迎えられるので、頑張ろうというか、まあ、本当にダイソーなので、盗塁決めてやろうとか、いい走塁しようかなっていう気持ちになるので、本当にありがたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして、今日の完封勝利に向けて、ありがとうございました。では続きまして、今日の完封勝利につながる素晴らしいリードを見せてくれました、田宮裕和選手です。ありがとうございます。まずはキャッチャーとしてお伺いします。今日加藤投手のピッチング受けていていかがだったでしょうか。いや、本当に加藤さんいいボール投げてくれてたので、まあ、何としても今日は勝ちたいなと思って守備に守ってました。序盤からランナーこそ出しましたが、要所要所を抑えるピッチングだったと思います。どんなことを心がけてリードしていたんでしょうか。いや、本当にバッターを打ち取ることだけしか考えてなかったので、まあ、その結果しっかり抑えられたので良かったなと思います。大事な場面で追加点となるタイムリーヒットもありました。ここまでのバッティングの調子も含めて今日はいかがでしたか。いや、今日は本当にもう加藤さんを勝たせるだけだと思ってて打席に入ったので、まあ、本当にチャンスだったので、もう思い切って打ちました。チームはこれで引き分けを挟んで4連勝となりました。日々スタメンマスクをかぶる中で、このチームの勢い、どんなところに魅力を感じてますか。いや、本当に僕らの代がたくさん出てるので、まあ、本当に僕らの代で頑張ってチームを引っ張っていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。見事完封勝利となりました、加藤貴之投手です。ありがとうございます。
今シーズン初勝利となりました。今のお気持ちはいかがでしょうか。そうですね、まあ、本当苦しんだ3試合だったので、はい、今はほっとしてます。今シーズンの初勝利がこのエスコンフィールド北海道本拠地での勝利となりました。今のお気持ち、ファンの皆さんからの応援などはいかがだったでしょうか。はい、すごかったです、はい、今日はランナーを出しながらも決してホームを踏ませることはありませんでした。ご自身のピッチング、どんなところが良かったですか。まあ、本当この3試合すごい迷惑かけてましたし、本当自分にプレッシャーかけてこの試合に臨んだんで、本当そこはタミヤがいいリードして中島さんがアウトを取ってくれたので、はい、いい試合だったと思います。加藤投手とも深い間柄でもいらっしゃいます中島選手、セカンドゴロ難しいところうまくさばきました。あのプレーどう見てましたか。まあ、たくさんなら、はい、あれくらいやってくれるなと思ったんで、はい、ご自身の言葉でもありましたが、今シーズンなかなか勝ち星がついてこない中で苦しみながらもしっかりと今日は最高の形で勝ち星をつかみました。これからどんな風に勝ち星積み重ねていきましょうか。そうす、まあ、こういう試合は難しいと思うんですけど、はい、粘り強く一試合一試合頑張りたいと思います。今日は加藤で勝とうというコメントを試合中に中島選手が残してくれました。まさにそんな結果になりましたが、先輩の活躍今どんな思いですか。まあ、これくらいやってくれると思うんで、はい、まだまだです、はい、ありがとうございました。よっしゃ、見事今シーズン初勝利、そして完封勝利となりました加藤貴之投手でした。5連勝に向けてみんなで再告しましょう。ありがとうございました。今日のヒーローは中島拓也選手、田宮優愛選手。